はい、この音声は合同会社松本リハビリ研究所の松本武文がお送りします私はオンラインサロンまつりはラボを運営してこれからの日本の介護を作っていく仲間の皆さんと楽しく活動しておりますでは、今日の本題です家を建てると賢くなるわというお話をしようと思います私はですね、えー、地元の小民家を借り受けて、えー、そこをですね小規模な 通いと泊まりのできる施設を作ろうと思って今紛争しておりますはい、えー、昨日はですね設計士さんとね各行政機関を回ったんですけどもまあとっても細かいことがいっぱい出てきてですね、ま、これしっかり勉強しようと私は割と好奇心がある方なので、えー、これすごい楽しかったですね4か所回ったんですねあの土木事務所っていうところと あと消防署で。あと役場の方で水道課。福祉課。えー、回ってきたんですけどね。それぞれがね、もういろんなことを管轄していて、これはめんどくさいなぁ。縦割り行政やなぁっていうふうにも言えるんですけども、でも一つ一つやっぱ専門性が高いことを管轄していて、こんな細かいこと、それは縦割りにしないと無理やなぁと、そういうふうにも。 思いましたね。例えば土木,土木事務所ではね、土地の権利っていうのがわかるんですけども、あの、今度借りる古民家の横にね、ずーっと山道があるんですよ。家の横スーっとね、細い道が、お墓に通じてるんですけどもね、これ誰の所有かわからないんですよ。で、結論から言うとね、これ、利道っていうそうです。あの、里。 里の道とか言って、ドーっていうんですけども、全く所有者のない道で、まあ、そんな道あんのって。それもそういうリドーっていう呼び方するんっていうね、また一つ賢くなったんですけどもね。えー、ウィキペディアにもね、載ってましたね。リドーとは、道路法の適用のない法廷外公共物。で、ね、えー、図面上は赤色の着色が義務付けられて、 赤線とか赤道とも言うっていう風に書いてあってね。えあ、ー、あ、そういう風になってるんだなと。えー、このま、理道を、えー、実はね、こう開けて、今度はこう、水道管と相談して、えー、そこでね、あのー、引き込む水道管。これがね、やっぱり普通の家庭用の水道管では水圧が足らないんですね。これスプリンクラーとかの関係でね。はい。なので、 普通のまあ、水道管の径っていうのがね150ミリだそうなんですけどもこれあのスプリンクラーとかを設置する施設に水を引き込むには400ミリ上げないといけないとそれで15ミリのところから分岐させて400ミリの径のものを。 に差し替えて、それをまあ家まで引き込むとこれ100万ぐらいかかると言われたしびっくりしたりしたんですけどね。あの、普通に家住むんだったら、そんな回収はいらないんですけども、これをまあ施設として、認可を受けようと思ったら、えらい違いがあるようです。はい。で、それでまあ、消防署にも行ってきたんですけどもね、消防署でもスプリンクラーをまあ設置してくださいと。で、スプリンクラーが噴射する円 これはもうコンパスで引いてでその噴射する円が全て自分あの建物にあのかかるようにということはスプリンクラーが何個いるかいでねまあ普通にあのー、その図面上で言うと「5つ6ついるんちゃいますか?」って言われてね <laughs> スプリンクラーもなかなか大変なんだなというのがありましたね。あとねその消防署さんが言うんですけど笑うんですけどあの。 誘導塔ねあの緑で人が逃げようとしてこっちですよというあの誘導灯がいるそうです古民家を改修して家庭的な雰囲気で介護しよう思てるのに誘導灯あれが夜夜中にピカーっと光っとるんかって思うとちょっとがっかりしますねはい誘導灯いらんやろ出口わかるわって思うんですけどね やっぱりこう公共の人がね、一元さんで集まるようなホテルとかデパートって言うたら、こっちですよっていう誘導灯、ほらあった方がええと思いますけれども、古民家でね、これ暮らしていらっしゃるという方をこれから、あのー、ね、サポートしていこうっていう私どもにこの誘導灯が非常にちょっとがっかりはしておりますけどもね、まあこれもつけないといけないということだそうです。 あと、ま、福祉課の方に行かしてもらったんですけどね。福祉課の方に行くと、まあ、工務店さんをこれから選んでいくときにね、まあ、ABC ランクっていうのがあって、どれぐらいの規模の工事ができるんかっていうことで、えー、町内の工務店さんがこうランク分けされてるんですね。ああ、これもね、ちょっと、あの、ホームページでも公開されてるっていうから、 あの別に公開の資料なんですけどもああこれ見ていいんかなと思うようなね ABC ってここ書いてあるんですけどねで例えば本当の行政の公共事業なんかで、まあ、た例えば役場の建物を建てるとかそんなだと A ランクには全部声かけんといけないとかこうルールもあるそうなんですけれどもまあ私どもの施設ではまあそこまでの縛りはないということなんですけどもまあ自分たちの 施設の規模に応じて、えー、こういう業者さん、工務店さんも選んでいくんだな、というようなことでもう、へえ、へえ、言ってね、言いっぱなしでしたね。多分、閉ボタンがあったら押しまくりでした。はい。まあ、本当の工事っていうのはまだ先なんで、今、一応、私どもの、えー、施設にしようと思っている古民家の中を、構造調査っていう形で、えー、設計士さん、あと住宅医さん、 住宅医っていうのは住宅のお医者さんという意味で住宅医さんという方があの、まあ、大阪にいらっしゃって、まあ、その方をちょっとお呼びして、えー、畳をはぐったりとか天井をちょっと穴開けたりして中の構造に痛みがないかなんていうのを見てもらったりしてますね。本当の工事は多分この夏になると思います。えー 助成金の申請とかもしてますので、えー、それが降りた後の着工になりますので、えー、まあ、この辺のプロセスなんかも私のオンラインサロン祭り、派ではどんどんあの見せていこうと思っています。多分失敗とかあの心が折れそうになったりとかもいっぱいすると思うんですけどもね、えー、これがまあ、これからコミュニティを作っていきたいという思っておられる方、なんかの参考になればなと思っています。はい。 興味のある方はオンラインサロンまつりはらぼんをぜひ覗いてみてください。月額制で入体会は自由です、えー。お待ちしています。これからの介護をご一緒に、これからの地域をご一緒にと思って運営しております。はい、それでは今日は以上です。ありがとうございました。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。さようなら。 私ですねオンラインサロンを始めました、えー、オンラインサロン祭、ま、りはラボといいます日本が世界で最初に迎える超高齢社会を楽しく生きよう共に学ぼう成長しよう介護はクリエイティブな仕事ですオンラインサロン祭、ま、りハラボ一緒に楽しく学んでみませんか